ちょっと14人だとだって割り切れない。あ、いや、まあ、一応14人だったらここに2列、あーでも14でもいいか、結構ちょ14マップ見るのを妥協するより14で妥協する方がいいな。マップ見るよ、マップ見るのを妥協するより、これ14だと綺麗じゃない、結構ほら77で2列になるから、このエリアだと。で真ん中、ああちょっと来たんだけど、お前何やってたんだよ。もう 7×2 作っちゃったじゃねえか。おめえが遅えから、おめえが遅えから、もうみんな並んじゃったよ全校集会に。おめえ遅えよ、2限ぐらいの時間に来てんじゃねえかよ。いい加減にしろよマジで。ちょっと作戦変更するわ。やっぱ 5×3 でいくわ。 5×3 でいく。 7×2 も撮影したくねえか。遅えよこいつ来んの。でもいいや、ちょっと撮影するわ。はぶられるぞお前、この隠れ音、朝鮮学校隠れ音、隠れ音入国審査学校で来た。綺麗に挟まったね今ね、スポって。はい。こう隠れ音のさ、向いてる方向も良くない？全員俺の方見てるよだって。これすごくない？こいつら全員斜めだし、こっちも全員斜めで俺の方見てるってさ、こいつらも全員俺のことも怖っ。いいですね、ついに撮影してしまった。まさかマップしても一匹さ、もしかしたら隠れ音が放浪してる可能性があるからさ、ここで聖なる種使ったらさ、隠れ音に撃たれる可能性あんだよね。隠れ音が一匹いるかもしれないという疑念は拭えてないから、これ戦略的には正直完成してないんだよ、うん、ご視聴ありがとうございました。7×7 プラス1も撮る、撮影するわ、うん、7×7 プラス1も撮影します。はい、うん、ちょっと待って、サムネ撮影するからちょっと待って、しばしお待ちください。画像保存するわ。よいしょ、フェスコンサート始まります。ポンポポンポポンポンポポンポポ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 、下からも撮ろう。ほらお前らこっちにも入って、ちゃんとそっちにも席あるから、ほらこっちにも席あるよ、こっちにもあるから、あ、もう10段階積んでんなのこれ。ほら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 、ここにも席あるから、ここで17匹目登場したらマジ神展開なんだけどな。いやだってそもそも絶対に階段に入りたいんだったら、その階段の近くの壁に潜んどいて、隠れ音がいないタイミングで階段に飛び込む倍速にする必要もないからね。こんなことやってる時点で無駄なことやってんだよ俺は。はい。ありがとうございます。
てかそもそも隠れ家泥棒しねえし、最善の攻略法するんだったら隠れ家泥棒しねえよ。なんで俺泥棒してんだよ。今気づいたわ。一番気づいてはいけないことに気づいてしまったのかもしれない。どうしよう、ちゃんと綺麗にキャプチャするか、ちょっと周りから周りも切り取りつつキャプチャするかだな。いやこうだな、ちょっと広めにキャプチャするか。ほんと17匹が最、16匹が最高なんだけどな。まあでも16匹だとちょっと画面上に映すにあたってあんま綺麗な対立にならないからな。あでも16だと88が作れるのか、広い部屋があれば。まあいいわ、今日はこんぐらいにしといてやる、うん、勘弁してやるわ。え、なんか名残惜しいな、せっかく集めたのにな。もう今日これ枕元に置いて寝てるけどな。なんかせっかく時間かけて集めたのにな、かくれんぼ。ちょっとお茶飲むか。あーちょっとお茶でも飲んで、お茶でも飲んでゆっくりしよう。名残惜しいな、なんかここから去るのが、ここから去るのが名残惜しい。あーこんな頑張って集めたのにな、隠れを。ここで一服、まあ、みんなもタバコとか吸ってきてください。皆さんもここで一句、隠れ音、隠れ音だよ、隠れ音。おめろ腐ったキャベツだ。あ、ちなみにここ部屋扱いじゃないからね、弾使っても全体には効果を及ぼさないですよ、うん、お疲れ様でした。じゃあ先生は今日で、先生はみんなが卒業したらもう会えないけど、お前たちは俺のことを忘れるかもしれないけど、俺はお前たちのことを忘れないぞ。じゃあさよなら。この階段の近くに隠れをいないことになろう。まあ殴られたら殴られたら配信的には面白いんだけど、階段に隠れをいたらちょっとマジ本当に最強の展開だな。ここいや隠れをいないと思いますけど、だってこんなに歩いても17匹目出てこなかったんだから、多分ろくでもないポケモンが寝てるんだと思いますよ多分ね。さようなら。楽しかったよ、カグレオンとの生活。あーめちゃくちゃ快適なんだけど。お前99階には敵出ねえんですよ。99階にはね、敵が出ないの。99階には敵が出ないの。お疲れ様でした。まあそんな感じで今日もね、楽しんでいただければ幸いです。まあ、ちょっとモンスターハウスがあったんで、あれは隠れの商店はもうないですけど、うん、いかがだったでしょうか。すごいね楽しかったですね、うん、今日は途中あまりにも時間かかりましたけどね、
エリアに大量に敵が湧いちゃったからなんか重くなっちゃったよ、これ処理落ちしてる。一歩歩くごとに会場にあの大量の隠れオンライブを見れなかったやつらが今集まってきたな、うん、じゃあお疲れ様でした。まあ一応何を達成したのかよくわかんないですね。うん、ちょっと俺は何を達成したんだろうなこの99回で、うん、お疲れ様でした。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。あ、では何気に隠れオンライブやってる時に一回も DS ノイズ鳴らなかったな。こいつ空気を読みやがった。全く水刺さなかったな。空気は読める。あー、もう持たない。ギリギリを耐え抜いたんだな、あの戦いで。ご視聴ありがとうございました。時空を超えて心を一つに。これが全てのポケモンを生み出したといえる伝説のポケモンアルセウス。ご視聴ありがとうございました。ちょっとあれです、あの明日からちょっと僕あの 3DS 修理に出すんで、ちょっとポケダンというかなんか 3DS でできるゲーム多分全体的に配信できなくなるんで、その分あのゲームキューブであの闇の風ダークルギアとかやります。明日以降からは、まあ、1、2週間、長く見て2週間から1ヶ月くらいかかりそうなんだよな。ちょっとどのくらいかかるか分かんないけど、その壊れ具合によるけど 3DS がちょっと修理に出します。もう限界なんで。じゃあお疲れ様でした。それではさよなら。まあこのマップ縛りに関しては徐々にちょっとポケモン弱くしていく予定なんで。うん、でもなんか強いポケモンでやるとそこまでマップ縛りは苦じゃなかったな。うん、まあ運が良かったってのもあったけどね。やっぱマップ縛りだとアイテム拾えなくなりそうだから、アイテムの見逃し多くなってリンゴ拾えないとかになってくるときついんだろうけど、今回スタミナリボンも拾えたし、まあワープスカーフは正直あんまプラスに働かなかったけど、うん、そうっすね。お疲れ様でした。さよなら。